マイナンバーカードの個人認証機能を2022年度にはスマートフォンに搭載できるよう総務省は検討会を週明けにも立ち上げると発表しましまた。デジタル社会の構築に向けて主にマイナンバーカードの公的個人認証機能のスマートフォンへの搭載の検討について新たに検討会を開催する運びとなりました。 マイナンバーカードの IC チップには本人確認ができる電子証明書がついていてこれをスマホで読み込めるようにすれば利便性が高まるとされています検討会の初会合は10日に開催され個人の認証機能を安全に搭載する方策やスマホの機種変更への対応など課題について議論する予定です。